岩井明は、労働運動家、元日本労働組合総評議会事務局長、長野県松本市出身、高等小学校卒業後、1937年に日本国有鉄道に入り、機関士として勤務した。1945年に日本が第二次世界大戦で敗北した後、国鉄内での労働運動公用を受けて1946年に結成された、 国鉄労働組合へ加入、甲府支部青年部長を振り出しに内部で頭角を表した。1950年には中央執行委員に就任した。1955年、総評内の路線闘争で豪華老練の大田織と連携し事務局長に就任した。大田が同時に総評副議長となり、1958年に総評議長に就任すると岩井は、 大田との連携で、大田、岩井ラインを形成し、総評の実権を握った。二人は、総評が中心となって、産業別に団結して、経営側に大幅な賃上げなどの要求を求める、春闘方式を定着させ、その成果によって労働会内部では、岩井の権威が確立した。また、安保闘争、三井三池葬儀などを指導した。政治面では、 岩いは日本社会党、特にその左派を支持し、社会主義協会の高坂逸郎などとの関係が深く、自らも社会主義協会会員だった。総評の方針として、社会党支持を明確にし、各組合の政党支持選択の自由を掲げて、影響力の拡大を狙う日本共産党系の活動は抑えたが、選挙や大衆活動での社協共闘には前向きだった。 一方、反共主義や労使協調を唱え、民主社会等を支持する全日本労働総同盟とは、鋭く対決し、労働運動の主導権を守り続けた。また、岩井は、世界労働組合連盟との関係を重視し、東側陣営の社会主義国をはじめとした、世界各国を訪問した。その中には中華人民共和国や朝鮮民主主義、 人民共和国など日本との国交がない国もあり、民間レベルでの関係改善に貢献した。ただし、特に北朝鮮訪問と近日成大政賞賛は、同時期に発生していた日本人拉致事件に気づかずに行い、後世からの非難を浴びることになった。1969年礼人平和賞受賞。で人平和賞の賞金を基礎に、 国際労働運動研究協会を設立した。国会議員に立候補するための選挙資金の援助をソ連共産党に申し出て、非合法のルートを通じて千数百万円が送金された。岩井の政治資金領収書は特別ファイルの秘密報告書に閉じ込まれていた。事務局長を退き、顧問になった後も岩井は太田と共に総評での影響力を持っていた。 しかし、1987年4月に国鉄が分割、民営化され、国労が組織分裂、大量脱退、JR グループへの不採用などで、組合員を大きく減らすと、祝いの活動基盤は損なわれた。さらに、同年、社会党右派影響力拡大と民社党との関係改善を背景に、総評が、自らの民間組合と同盟などが合併する。 全日本民間労働組合協議会の結成を目指すと労働界の右翼再編としてこれに反対する岩井は大田や市川誠元総評議長らと共に顧問から外された。この後岩井は大田、市川と共に労働研究センターを設立した。1989年総評の解散と全民労協を母体にした日本労働組合。 総連合会が発足すると、同年12月9日には労働研究センターを改祖して、全国労働組合連絡協議会を結成した。これは、連合や共産党系の全国労働組合総連合に加盟しない組合のナショナルセンターとなったが、かつての総票と比較するとその規模ははるかに小さく、太田、岩井ラインの意向は過去のものになった。岩井はその後も、 国労闘争などでの指導や支援を続けたが、社会党の調落、全労協の縮小、連合主導下の春党の不信、国労内部の意見対立などで大きな成果は得られず、病没した。アンドレ・エイ・イーレシュ、KGB 極秘文書は語る文芸春秋1993年、立花隆僕はこんな本を読んできた文芸春秋1995年、ありがとうございます。